上杉清子。広告三年、公営元年12月23日は、鎌倉時代後期から、室町時代初期の女性。本性は、藤原氏。果樹寺流の一流である上杉氏の出身で、父は、上杉頼重、足利貞氏の側室。足利高氏、忠義兄弟の母。上杉重県。上杉のりふさ、非、生の姉妹。上杉の明。 貞藤兄弟と、上杉重義はおいで、山名・時氏はいとこに当たる。少年は、美穂院ン・ケンシ日記の広告3年、略王5年2月上に、大方殿の73亡友とあり、これに従えば逆算して文英7年となる。加減3年に、高氏を生む。この際、キーコ・川ワの観音に祈ったことから、後年、縁元元年。 県武三年に小川寺に都庁を寄付し、さらに翌年には領地を寄進している。夫、貞氏の没後も、足利家を支え、高氏、忠義兄弟が倒幕に動いた際には終始行動を、共にした。室町幕府成立後は、実家である上杉家の交流に力を用いた。上妙院伝説帝と号し、世上は、西木工事殿と呼ばれた。また、大型禅にとも呼ばれた。 和歌にも通じ、作品が風画集に入選している。方号は歌唱因伝といい、墓は京都当事院にある。ありがとうございます。